はいどうも皆さん、こんにちは。えっ、ー、とですね、最近、あの、図書館で借りた本をね、僕は普段、えー、よく読むんですけれども、まあ僕が読む本の9割ぐらいは図書館で借りてて、まあそれでも、年間300冊とか読むと、30冊ぐらいは買ってるわけなんで、まあ人より本は買ってるんですよ。 えそれでもまああの図書館を使わない手はないんでね僕ぐらい僕ぐらい本今,今これ僕全部買ってたらさ多分年間100万とかいっちゃうから本題だけでちょっと無理なんで本図書館で借りさせてもらっているんですよででねあのその図書館ので借りた本を読んでて ま、時々、<laughs> あの、よく読む人なら、ちょっとわかると思うんだけど、あのね、図書館のでね、借りたね、本にね、その、本って、<laughs> あの、語植って必ずあるんですよ。それは、その、何回半を重ねてもなくならないらしいんですよ。なくなら,らしいっていうか、あの、なんていうかな、その、完 完璧な本ってな、な、なくて、その、結構有名な本で、版を重ねてて、有名な出版社で、っていう本でも誤色って時々僕見つけるんですよね。で、それはなんだろう、なんか、あの、えっ、ー、と、なんかこう、送り仮名が抜けてたりとか、なんか字が重複してたりとか、で、あるんですよ。うん、<laughs> で、それはその、 何度複数の人が読んでも人間が完全ではないっていう人間が機械ではないということの証拠なんで僕はなんか <laughs> むしろ人間が作った本なんだなということが分かるでそれを僕はもう脳内で保管してね読めばいいんでねえー、それは全然苦じゃないんすよね <laughs> なんだろうなまあ,あの変換間違いみたいなのもありますよねだからなんていうのかなそう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  だから、ここの機械に、私は、これをした方がいいと思ったのだ、の機械が、ね、マシーンの方の機械になってたりとか、ありますよ。で、<laughs> あ、これは人が作ったっていう証拠だなと思うんだけど、なんか、時々、そういう誤植を、なんていうのかな、あの、書き込んで直してる人がい、い、いるんですよ。だから、その、ご、ご <laughs>、 だからこの前だと僕ちょっともうメモっちゃったんだけどその否定なんとかということは否定されておりのされおりってなってて手が抜けてたんですよでそこに鉛筆でなんかねなんかあの矢印入れて手みたいな書いてる人がいてで同じ人が別なんで同じ本の中で何箇所かそれをやってるんですよでなんか僕その図書館の本に 修正を見つけて、それを書き込む人の心理って何なんだろうなっていうのが、なんかね、ずっと、なんか結構前から、すごく僕の中で、謎というか、これって何なんだろうなーっていうのを、結構、この数年考えてるんだよね。でね、その、 まず、その書き込んじゃダメなんで、そう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 。あの、それが、なんていうのあのー、ご職員に対する修正であったとしても、図書館の本に書き込むっていうのは、一応ルール上ダメなんですよ。うん。で、だけど、その人はもう書き込まないと、もうい、いても立ってもいられないっていうか、なんか、これを直さないと、もう多分寝れないぐらいの、なんか、 なんか神経質と呼んでいいのか、基調面と呼んでいいのか、なんだろうな、わかんないんだけど、なんかそのメンタリティって何なんだろうなって思ってね。で、本当にその本が、ね、あの、人に読みやすいようにしてあげたいという善意であるならば、出版社に電話すべきなんですよ。その本ね、図書館の本に書き込むんじゃなくて、 で、むしろ、そんな書き込みをされたら、読んでるこっちとしては、邪魔なのよ。なんかノイズになっちゃうから。で、誤植ってあるもんだと思ってるから、僕、あるもんだと思ってるけど、誤植ってあるから、えっと、脳内で勝手にこっちで直す方が楽なのね。でもなんかその鉛筆とかで、それをいちいち書き、なんか直されると、なんかその声っていうかさ、 筆跡という、筆跡という名の、その雑音が、なんかノイズになってな、むしろ読みにくくなってるわけ。だからなんか、その、多分、善意っていうの、これって。ほんとわかんないんだけど、何なんだろうなと思ってて、ずっと。で、これって、なんか、その、すごく日本人だなって思うんだよね。<laughs> なんか、その <laughs>、 で、まあんま僕、その血液型で性格を論じるのってナンセンスだっていうのはもう,う,う、思ってますよ。思ってるんだけど、で、科学的にも否定されてるんですよえ。なんだけど、そのなんか A 型が多いみたいな話っていうのはあって、日本人ってね。で、その A 型の人あるあるみたいなので、こういう間違いを見つけた時になんか直さないといられないとか、なんかその、 紙の、10枚紙に並べたときなんかその角が揃ってないことにもう気持ち悪くしようがないみたいのがなんか A 型だよねみたいなのってあるじゃないですか。僕はあの何度も言いますけどそれを受け入れてないですよ。受け入れてないんだけど、それなんか典型的な日本人の格好付きの A 型のなんか感じの人のなんか諸行のように思えて、なんかあ、なんか日本、 だなーって思うんですよ。そのえっ、ー、とこ,この誤植を直さずにはいられない心理っていうことに対して、でそこにはもうなんかその合理性とかは欠如しちゃってるわけ。合理性を自分が直すという気持ちの良さの方が上回っちゃってるから、人が他の人がそれを読んだらノイズになるとか。 あと出版社に連絡しないと何の解決にもならないとかえっ、ー、とそしてルール違反だとかそんなことはもう吹っ飛んじゃってこれを直すのだっていうしかもその直しっていうのがその何かまさにその重箱の隅をつつくような直しなわけでこれに対してね僕はなんかすごいあ日本だなと思う思うと同時になんかその <laughs> こういう 重箱の隅とかをつつくとかって結構日本人ってなんか好き好きっていうとあれだけどなんかそれをするように教育してねえかっていう疑いを僕は持ってて日本のその学校教育とかっていうのがであのね何だろうなそのえっと なんかそのメンタルって要はその何かを作るエネルギーに対してで何かを作った時には必ず間違いがあります人間だからなんだけどその間違いを指摘するエネルギーってさ何かを作るエネルギーの100分の1とか1000分の1とか1万分の1だと思うんですよでもなんかその 作った人の方が絶対偉いんだよ。だって、エネルギーで言ったら1000倍のエネルギーを使ってるんだから。だけど、その作った完成品に対して、でもここ間違ってますよね。っていうのって、100分の1とか1000分の1のエネルギーなのに、なんかそいつの方が偉いような感じになっちゃうってわかります。で、その、で、実際、その重箱の隅の間違いっていうのは間違いだしで、正しい正しくないで言ったら正しいんで、その修正っていうのは。だから、 あのなんかまあマウントを取るというとあれだけどなんかその構図としてはそのね9 1,000の仕事をしようとした人が999でだったとあるいは1万の仕事をしようとした人が99,999だったとねでそんなの当たり前じゃないですか人間には100%っていうのはないんだから。 なんだけどその最後の位置を「あれこの位置足りないっすよね?」みたいなことで書き足した人がなんか1万分作ったぐらいの顔をしてる感じっていうのってなんか僕小学校時代からすごく思っててでなんかその重箱の隅をつつくことになんかい。 その活路を見出そうとする人って言うから、そう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 。その、だけど01はやりたくないのね、そういう人たちって。01すると突っ込まれちゃうから。突っ込まれるのは本当に嫌なんだけど、突っ込むことは気持ちいいし、で、突っ込むのって簡単だからね。エネルギーいらないからね。で、マウント取れるし、コスパがいいんだよね、多分ね。で、多分そういう人たちがなんか、多い社会だなぁ、日本は、と思ってって。それで、あのー、 うん、うん、それで、な、なんだろうな、こ、これって、すごく、バランス悪いと思うんですよね。あの、マキ田スポーツさんって人が、一億総ツッコミ時代っていうのを、本を書いてるんだけど、以前僕、ビブリオバトルで確か紹介してるんだけど、あのー、ツッコみたがるのよ、みんなね。で、 突っ込むのってほんと簡単なんですよ。で、なんかこう、車に構えて、自分は舞台では踊らない。その踊ってるやつのス,ステップの間違いを指摘するっていう側に、日本人全員が回りたがるっていう現象が、今の社会をものすごく息苦しくさせ、そしてもっと言えば、実はその失われた30年でそういうことなんじゃないかなとすら僕は思ってて、うん で、そういうメンタルをもし日本の教育が助長しているんだとしたら、ものすごく、なんか国家的な損失だなとすら思ってて、そう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 。だから、な、なんだろうな。例えばさ、その YouTube の動画とかでね、なんかこの、ここ言い間違えてますよとか、ね、あなたが言ってる、その、あなたがその、例えば30分とかの動画ですごく喋った動画に対して、 えっと、あなたが言った、その明治ね、ね、えー、政府の樹立っていうのは1800何年と言ったけど、正確には1800何年ですはいはい論破みたいな。<laughs> あの、なんか、本当あのさ、いやだから、 それ、そういう動画を作ったらって思うの、僕は。そう,そうそうそう。で、結構僕、時々やられるのね。で、あの、何かを、その、日本の社会で何か言げをするっていうんだけど、まあ、動画でも文章でもどんな形であれ、自分の意見を表明するということは、まあ、そういう,う、批判にさらされるということではあ,あるんですよ。で、その批判っていうのが、あなたの言ってる内容が、 ね、私の意見とは違って、私の違う意見っていうのはこうこうこうでっていう、その正面から、あの、なんていうかな、論争って言うとあれだけど、まあ、議論を、議論の土俵に立って、で、願わくば顔を出してというか、名名乗りを上げて匿名じゃなくてね。で、やってくる人は多分誠実な人だと思うんだけど、なんかその、まさにその重箱の隅というか、 その、ね <laughs> あの、その内容と違うところが気になっちゃうんだよねみたいのは、それはあなたの脳内で補正して、咀嚼して意味を汲み取ればいいじゃんって思うの。そうそうそう。で、それみ、ね、<laughs> あの、だから、うん。 なんていうのかなそ,それでその本筋から違うところの間違いを「見つけたよ私は!」っていう鬼の首を取ったような顔をしてる人がこれだけたくさんの割合いる国ってあんまり僕は日本の他には知らなくて。 わかんないドイツとかかかかがそうななのかわからんなんかドイツはね結構日本人と似てるっていう説があるからわかんないけどでもなんかそのバランスとしてやっぱゼロイの人は尊敬されてそういう重箱の隅つくやつは本当バカだねっていう文化の方が僕は <laughs> そのやっぱ今の激動の時代にやっぱりその勝つ国の在り方なのかなと思って。 ててね、でそれでいうと僕すごく今読んでる本今昨日読み終わったね「その最悪の予感パンデミックとの戦い」かなマイケル・ルイスっていう人が書いた本でねで池上彰さんがすごくあの激賞ものすごく称賛しててその本であ後書きも書いてるんだけどでこのマイケル・ルイスっていう人はあれですよあの「マネーボール」を書いた人なんですよね。 映画化もされたね。ブラッド・ピットで。で、えー、まあまあ、すごい上手なんですよ。その、まさにその2020年にアメリカで何が起きたのか。そして、その、アベンジャーズみたいにして、その、ね、本当に官僚主、官僚化してしまって、機能不全に陥ってる CDC が一方にいて。で、その CDC をスケープゴートにすることで民主、大衆の支持を取り付けようとする反知性主義のトランプの愚行っていうのがあって。だから、愚かな人と、なんていうの、その、官僚主義の 無能、なんか、結果的に無能なエリート集団になった CDC と、単純に愚かな人の、なんていうの、その、のり合いっていうのが、実はその2020年に起きたわけですよ。パンデミックの状況の中で。で、トランプっていうのはその CDC っていうのはディープステートで、あいつらの陰謀で、 国民の健康が脅かされてる。みたいなこと言うですよ。言うんですよね。で、CDC は CDC でものすごく官僚主義化してしまって、結局そのまあ日本のね、行政とすごくよく似てて、とにかく責任を取らないということが、と10回の第1番目に来てるわけです。彼らの官僚主義ってそういうことで。で、そうするともう本当にもう誰も、 この状況を何とかしようとする人がいない中で、えっと、ある人は本当に肩書きはないんだけど、地方、ね、カリフォルニア州のえ保健衛生官、まあ僕が以前してた仕事と同じ仕事ですね。で、医師免許を持ってるんだけど、えっと、民間の病院で働くよりも3分の1の給料で公務員としてえ、伝染病の対策にずっと当たってきた、そういうもう伝染病に取り憑かれたようなチャリティという女性が本当にかっこいいんですよね、その、その人。とか、まあすっごいテック企業の人とか、 えとあとね、あとまあその、えっ、ー、とね、あの、ザッカーバーグね、えっ、ー、と、Facebook の創業者のマーク・ザッカーバーグが作った財団に引き抜かれた、もうすごい、まさに今のその DNA 解析の、えっ、ー、と、なんていうの、えっ、ー、と、をするための、えっ、ー、とねな、なんていうのかのスライドえっ、ー、と、だからか顕微鏡で見るときに、そのスライドになんか遺伝子の形を全部置いとくんですよ。で、そうすると、その、その、 ある遺伝子があるかどうかというのが一瞬時にわかるというのは発明した、もう天才みたいな人がいて、で、そういう人とか、で、疫学っていうのをずっと研究し続けた1位の市民とか、そういう人たちが繋がっていって、結局その人たちのメールのやり取りとかを今度は CDC がパクって <laughs>、CDC の政策に反映されたりしていったことによって、 まあ、アメリカっていうのはコロナ対策において完全に失敗した国の一つに数えられるんだけど、その中でも悲劇をある程度抑えたヒーローたちの物語で、このね、あのー、最悪の予感めちゃくちゃ面白かったんだけど、僕が何、今言いたいのは何かというと、その、結局、まあ、主人公の一人である、まあ、実在のね、チャリティという女性がいるんですよ。で、この人がの活躍ってめちゃくちゃでかいんですよ。この本読めばわかるけど、うん、まさにそのアメリカのコロナ対策に完全に影響を与えた人なんですよ。で、彼女の論文 がパク cdc がパクってそ <laughs> して CDC の政策として実際やってたりするわけそれソーシャルディスタンシングとかそうなんですよそれでその彼女はもうあまりのその官僚機構の <laughs> 無能さというか、えー、と機能不全に本当にもう最後には嫌気がさしてしまってえっ、ー、と退職するんですよこの人40代なんですけどで彼女その後何したかというとこ この国において、やっぱ命を救うためのシステムっていうのはないから、自分で作ろうって言って、民間セクターで、えっと、パブリックヘルスカンパニーかなっていう、あの、事業を立ち上げるんですよ。で、そのね、2020年に一緒に協力した、えっと、3つの医療系の、えっと、ね、えっと、何、スタートアップ企業を、 めちゃくちゃゃく成功させてる、えーっとね、オバマ政権の結構責任を持った人がいてその人も出資したりとかしてだからもう行政がやらないなら自分でその民間セクターを立ち上げて。 で、結局その疫学とか公衆衛生って金にならないんですけど、金にならないからこそこの国ではね、機能不全に陥っている。え、だとしたら金になってなおかつ命を救うようなことを私はしなきゃいけないと。で、私に金儲けには興味がないけど、この国では金になることしか機能しないんだとしたら、金になってなおかつ人の命を救えるような企業を作ろうって言って、えー、そのチャリティという女性が作ったっていうところでこの本終わるんですよ。 でこれ事実のリルポだから別にオチとかないんだけど僕はなんかその姿ってすごくまさに今で言うチャリティーみたいな人ってねその日本だとなんかねその聞き 99のものを1最後足りないよねっていうのを言いたい人だらけの日本では多分チャリティのみたいな人って多分出てこないなと思った。だからここがやっぱアメリカの本当にすごいとこだなと思うんですよね。で、そういう人たちを本当に評価し、挑戦する人たちをやっぱ応援する人がちゃんといるっていうね。で、挑戦するってことは必ず失敗もするってことで、で、その失敗に対して 鬼の首を取ったように、やっぱ間違った、間違ってると思います先生みたいなメンタリティの人が多分少ないんですよ、日本に比べて。だから挑戦できるんですよね。だからなんか、それって結構本質的なことで、僕はだからその、ね、図書館に鉛筆で書、ね、あの、 直さずにい,れいられない人がいるなーっていうのはずっと前から思ってたんだけどそこから実はなんかそのそういう世界全体が見えてくるみたいなことっていうのがあってなんかずっと考えてたからちょっと一回話しておきたかったんですよねはいまた長くなりすぎましたけど、えー、今日はですね <laughs>、はい、今日は、えー「預言者の印」という <laughs> タイトルでございます今日から「えー、第二列をき 今まで第一列王記でしたけれども、第二列王記に入ります。えー、一章の八節というところ、えー、彼らが、えー、毛衣を着て腰に革帯を締めた人でした。と答えると、アハズヤは、それはティベシュ、えー、ティシュベジンエリアだと言った。 これね、ちょっとね、不思議な話で、どういう話かっていうと、あのー、あらましを説明しますとですね、アハズ死にました。えー、イゼベル死にました。その死体を犬が食いました。えー、で、そ、その後から始まるんですよね。第二列を切って。で、アハズの子、アハズや。 で、このアーゼアという王も悪王の一人なんですよ。悪い王の一人なんですね。で、この人は自分の部屋の屋上から落下して病気になったって書いてるんですよ。で、これさ、だから多分わかんないけど、脊椎損傷のことだと思うんだよね。で、当時は、だからその足が動かなくなるとかっていうのが、そのね、椎骨の中にある 脊椎という、えっ、ー、と、神経の束が損傷したことによってそういうことが起こるっていう知識が多分なくてさ。で、あの、ね、なんか落下すると病気になって手が動かなくなったりするらしいよっていう因果関係で理整理されてたからこういう記述があるのかなとか思いながらちょっと読みました。ちょっと余談でした。で、とにかく、あの、病気になったと書いてあるんですよ。で、アハズヤはね、死者に命じて、エクロンの髪。 バールゼブブに伺いを立て、病気が治るかどうかと聞けと命じたつまりこれ、異教の神ですね。偶像に占いをしてこの病気が治るかどうかちょっと聞いてくれと言ったんですよ。で、死者たちは、あの途中ですね、エリアに出会うんですよ。そのエクロンの神のその偶像が安置されてる場所に、その死者たちが旅をする途中にエリアがまあ待ち伏せしてたのかたまたまあったのかあったんです。で、エリアはですね、彼らに、 えー、イスラエルには神がいないなとつまり、ぐ、ね、えっ、ー、と、偶像に頼るその態度ゆえ、でねそ、つまりその偶像に頼るのかお前らと。で、その後で、偶像に頼るその態度ゆえに、アハズヤは床から立ち上がることなく死ぬだろうというふうに言い、 渡すすんですよやっぱりこれだから半信不遂なんですよねこれねだって床から,から立ち上がることなくって言ってるからさまあまあちょっとそうですとにかくそのエリアは偶像に頼るのかお前らと神ねウスラエルの神は誠の神ただ一人でしょでもえー、ハズヤ王はまあ、君たちを遣わしたってことは偶像に倒れるってことだなっていうことはまあ私今から予言するけど床から立ち上がることなく死ぬでしょう というふうにエリアは言います。で、死者たちはその顛末をアハズヤに報告するんです。で、そうするとですね、その、えー、アハズヤはその預言者を連れて来いって言うんですよ。で、つまり、 エリアのことなんだけどで、えーと、死者たちはその、それがエリアだということまでは分かってないんですよ。何か預言者が来てこういうことを言われたっていうんですよ。そしたら、アハズヤはその預言者を取り連れてこいっていうんです。で、殺した、殺そうとしたのかもしれないし、あるいはその、父であったアハズですね。えー、このアハズの霊に倣って、えー、自分に都合のいい預言をね、圧力をかけてさせようとしたのかもしれません。ね。で、えっ、ー、と、1回目、2回目にわたって、 で、えー、50名の死者がエリアのもとに派遣されますけれども2回とも天から火が降って50人が死ぬんですよ。ね。合計100人死ぬんです。で3回目の施節団が今度は命乞いするとエリアは 主に促された、えー、されて、アハズヤのところに赴いて、さっきと全く同じ予言を面と向かって告げるんです。つまり偶像に頼ったあなたは床から立ち上がらずに死ぬっていうふうに、エリアはアハズヤに面と向かって伝えます。で、その後でアハズヤはエリアの予言の通りに死んだ。っていう話なんです。 これなんかすごい面白いというか、なんだろう、本当なんか道徳的教訓みたいなもの何にもないし、なんかとても不思議な話なんです。まあもちろんその偶像礼拝じゃなくて、誠の神頼れっていうのは教訓としてありますよ。ありますけど、なんかちょっと不思議な話で。で、この不思議な話の中で、あのー、僕が興味深いなと思ったのが、その死者たちが、ね、なんか予言者に言われたんですよって言って。で、 その人って、毛衣を着て、えー、帯に皮帯を締めた人だったんですけど、で、容姿、その姿形を言っただけで、王が、それはティッシュベジンエリアだ。って分かった。っていうのが、すごく面白いなと思うんですよね。これだから、エリアってね、つまりその、アハゼナにとっては父と母の天敵だったわけなんで。で、ということはね、つまり当時のイスラエルにおいて、ね、毛皮をまとい、 腰に皮帯を締めた人間はほとんどいなかったってことですよね。いや、そのなんか背丈とかのことを言ってんじゃなくて、その衣服のことを言っただけで、それはエリアだって分かったわけだから。だからすごく <laughs>、あの、奇抜な格好をしてたんですよ、エリアって。 で、それは、実はそのファッションというよりも、彼のライフスタイル自体が彼、人とかけ離れていたことの当然の帰結と考えた方がいいのかなと思いますね。あとは、ま、あその、予言者って、その着、着るものすらも実はその予言だったりするっていうのは、あの、他のね、小予言書なんかを読むとわかるんだけど、 で,えっと、でもそのファッションと同時にそのすごく、うん、彼のライフスタイル自体がすごく異質なものだったと思うんですよ。で、まあ、通,通常の経済活動とか社会生活の枠組みの外で生きていくっていうのが、まあ、エリアの聖書のいくつかのエピソードから垣間見えるわけですね。 まずあの、カラスに養ってもらったりとか、ヤモメに養ってもらったりとか、まあそういうこととかってそうじゃないですか。で、このエリアの格好はそのままイエスの時代にバプテスマのヨハネが踏襲するんですよ。で、バプテスマのヨハネって、その、えっ、ー、と、毛皮をね、えっ、ー、と、まとって、そしてラクダの毛皮って書いてるんだっけれで、えっ、ー、と、稲穂と野蜜を食べていた。だからその食べるものも着るものもちょっと異様だったっていうことが書いてあって、 でなんかの僕が本で読んだのはなんかその毛皮をなんかその毛皮の心地よい側じゃなくてすごくその 皮膚に触れる部分が、なんかこうザラザラして、えー、痛みを伴うような方を皮膚に触れさせてきてたと。で、それがまさにその今のイスラエルの罪深い状況を表してるんだみたいなことをなんか僕はクリスチャンの牧師先生が書いた本で読んだことがあります。で、まあそのバプテスマのエリアってね、そういう、あ、ごめんなさい、バプテスマのヨハネってそうなったんだけど、だから、実はそのバプテスマのヨハネとエリアってたまたま同じ っていうよりはむしろバプテスマのヨハネがエリアに寄せたっていう方が正確かもしれないですよね。で、えっと。 で、確かあれですよね。イエス様が、その、来るべきエリアはもう来ているのですって。あれ、バプテスマのヨハネのことだったんじゃなかったかな。ごめんなさい。間違ってたらごめんなさい。で、だから、その、そういう関連性もあったりするんですね。で、バプテスマのヨハネもまた、人並み外れ、浮世を離れした言動とライフスタイルで知られているわけですよ。で、彼もまた、時の王から敵意を抱かれ、最後は、斬首されましたね。はい。ヘロデオへの妻。 が、ま、あ彼を憎んだことによってね。で、予言者は、えー、世間からは認められず、理解されないことが多く、権力からは憎まれることが多いです。で、エリアはまさにそれを体現した人物でした。で、えー、外側においてエリアを真似る必要もないしね、現代の、現代だからもうエリアを真似して、ちょっと、 えげつないファッションしてやろうと思う必要は我々ないです。で、奇抜なライフスタイルを貫く,こと自体貫くこと自体に価値があるとも思いません。でも、神に徹底的に従った結果、ね。そういうことに結果としてなるってことはあるのかなと思いますね。で、イエスが、その神に徹底して従うんだよということを教えたときに、ね。三条の水君の中でね。人があなたをけなすとき喜びなさい。 なぜなら預言者たちもそのような扱いを受けただろうというふうに言明してるんですよ。つまりここでイエスはエリアのような生き方を肯定してるんですよね。で、まあ、翻ってね、私に帰ってくるんだけど、最後は。あの、私の場合は、じゃあ、僕の場合ねその、あの人は神の人だっていうふうに周囲から知られるような生き方をしてるだろうかっていうところに戻ってくるんですよ。 でそれはは外見だけででなないですよねなんかこうクリスチャンのなんか魚のステッカーを車に貼ってるからとかそういうことじゃ多分ないのよそうじゃなくて行動において一瞬で神に従う人と気づかれるそのような生き方をするっていうのが多分今のクリスチャンにとってめちゃくちゃ重要ででそれはその商売においてね普通に利益だけを追求している会社だったら絶対こういう請求はしない 利益だけを追求する、ねえー、と会社だったらこういう請求をしてくるんだけどこのか、ね、会社はこういうふうな割引をしたとかこういうふうな報告を これ隠した方が絶対得なのに報告をしたとか、そういうことにおいて、あ、この会社もうクリスチャンだなってわかる。主に従う会社だなとわかる。ね、この従業員、人が見ていないところでも本当に丁寧な仕事をする。あ、これクリスチャンだなってわかる。で、こういうですね、生き方を、まあ、自分自身してるかなってことを、やっぱりですねあの、自分に返ってくるのはそういうことなのかなというふうに思います。 ということで、えー、今日は預言者の印というタイトルでお送りいたしました。最後まで聞いてくださってありがとうございました。それではまた次回の動画及び音源でお会いしましょう。さようなら。